暗雲漂うベジータ王の城、そこにいたのはサイヤ人の戦士たち。醜く争い合え。この戦いを見逃すな。自由のその手に勝利の約束しよう。覚悟決めて腰燃やせ。スーパードラゴンボールヒーロー。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす。歪みを生み出す。無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい。君が決めたその限界をぶち壊せ。自由をその手に勝利を約束しよう。スーパードラゴンボールヒーロー。掴み取ろうぜ自由を。戦闘民族の誇りベジータ覚醒。さこそサイヤ人の本質、誇り。それを失った貴様の拳など一切の価値なし。ボン、うわっ。俺を忘れてもらっては困るな。新生樹の実から得た邪悪の力、俺こそが最強のサイヤ人だ。面白い。その力見せてみろ。ベジータ、しっかりしろ。カンバーよ、久々の自由を謳歌しているな。おめは、余計なことをするな。お前の相手はこの俺だ。孫悟空、お前を倒して俺はこの体を完成させる。悪のサイヤ人さんよ。クソったれ。無様だなベジータ。お前もサイヤ人なら悪の心を思い出すがいい。
人の本質だと？サイヤ人の本質が邪悪さだと？違う。戦闘民族サイヤ人の本質とは戦い続けること、己を高め、ただ強さを求めることだ。これだ、この高まり、俺と戦え。求めるものが強さだとしたら、善も悪も俺には意味をなさん。邪悪のオーラさえ己の力に変えるとは見事だ、同胞。ベジータ、鍛え直してまた来るがいい。貴様にまだ少しでもサイヤ人の誇りが残っているならな。ただの下級戦士に戻るとでも？まあそれもいいか。カカロット、スーパードラゴンボールヒーローズ、サイヤ人の魂のぶつかり合い。悪のオーラをまとうターレスとカンバ、サイヤ人の誇りを胸にベジータは邪悪な木を打ち払う。最大7枚、君だけのドリームチームを作ってドラゴンボールの世界へと飛び込もう。スーパースラッシュがアルティメットの力を持って新登場。画面をなぞって切って切って切りまくれ。強力なパワーで圧倒しよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション8弾、5月20日稼働予定。当たるともらえる最強カードを手に入れよう。ブラックのやつとんでもなく強くなってやがる。でもオラの顔したやつに好き放題やられるわけにはいかねえな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ
スーパーサイヤ人ロゼ VS 身勝手の極意惑星激震の大決闘、絶対見てくれよな。